では次の証言者を彼女について述べなさい。はいはい、次がダニーだね。こいつが一番めんどくさいかも。さて、くだらない証言は終わったのかな。おや、リチェル、なんだか落ち着いているね。僕が来て安心したかい。ダニエル・ディケンズ、お前には証言する意思があるのか。ああ、神父様、もちろん。だって、誰もまともにレイチェルのこと証言できていないじゃない。僕がちゃんと彼女の魅力を語ってあげないといけない。ねえ、レイチェル。僕は君のことを間違ったりしたいことを知ってるだろう。では始めたまえ。こんな分かりきっていることの証言するのはバカらしいよ。それだけみんなレイチェルのことを分かっていなかったってことだ。全ては彼女と出会ったカウンセリングルームから始まったんだ。僕はその頃ずっと理想の瞳を探りた、生きながらにして永遠に死んでしまった目を。もちろん本当に死んだ目でもいいけど、やっぱり濁ってしまうからな。でもダメだった。所詮普通の人間なんて感情や気分によってすぐ変わる。絶望が希望、失意が悪意。まあ僕の仕事上仕方ないけど、そんな時、僕が彼女のカウンセリングの担当になった。今思い返しても幸せな気分だな。こんなに素敵で心を見る夢はどこにもない。暗闇の中にある静かな湖のような青く暗い瞳は僕の心をさらうには十分だった。そしてカウンセリングをしていて僕は気が付いたんだ。彼女こそが僕の求めてた生きてて永遠に死んでしまった目だこと。だって彼女は心、彼女の心は間違いなくおかしいから、どうしようもなく救われない魂だから。ダニエル・ディケンズ、だってそうだ。ダニエル、彼女の魂が救われる気がないな。ダニー、だってなぜなら、なぜなら彼女の魂は見て。テンション上がってる人に対してなんかこうやってくださいって感じのあれかな。ちょっとこう急な水差しにちょっと戸惑うっていうね。彼女の魂は救われない。だって彼女の魂を奪う側だから、慈悲もなく容赦もなく、埋まらない器を埋めようと奪うばかりの魂なんだよ。どうしたのレイチェル。ああ、素敵な目だね。見ていていいかい。ほら、B5で再会したときは、ちょっとおかしな顔していたし、今も微妙な気を起こしているけど、今はほら、本来の君、ほとんど元通りじゃないか。さあ、全部僕がいれば大丈夫。共に生きようよ。ダニエル・ディケンズ！さすがに裁判長がもう呆れたんよ。失礼。証言はそれだけか。彼女の魅力についてならまだこと細かに語ることができるよ。もう構わぬ。これ以上聞く必要もないだろう。それに決定的な証言であったのだな。証人は退場するがいい。大丈夫だよレイちゃん。僕言ったろ、本来の君は奪われるべき魂ではないって。生きてたんかい！レイチェル・ガードナー。君の判決が出た。どうなる？お前も、あの者たちの証言を聞いただろう。特にダニエはわかりやすい。そもそもお前の素性を一番知っているのがあやつ。確かにダニーはこの場の誰よりも長く君を見ていた。そしてダニーはお前の真実を語りながらも決してお前を否定することなかった。魔女というお前に心酔しているだろうな。
そんなの私のせいじゃない、ダニー先生の勝手なもの。まことに勝手なのは己だと思いもしないのか、レイチェルカード。エディはそんなお前を証言したんだ。己の目的以外他のもの顧みぬお前のことを。そしてキャシーはかわいそう、お前に欺けたわけか、お前に魅了されてしまった。キーの高い彼女までもああなってしまうと、なんとおぞましい。君は魔女だ。違う。違うものか。現に君はどの証言にも反論などできていないではないか。そうか、反論できる要素もないじゃん。さあ魔女よ、キオラに浄化されなさい。何、ただいまより魔女火振りを行う。やっぱりそれか、魔女裁判やな本当の。あーやばい、あちっちあちや、焼けちゃう。私は魔女じゃない。魔女の口から漏れ出す言葉など誰が信じようものか。違う。あの証言を聞いてまだそのようなことを言うのか。君はあの者たち、そう天使の心を殺めたのだよ。心を手玉に奪い去った、すごいことをしたものだ。そして今お前はアイザック・オスターですら同様に手をかけるつもりなのである。そう、彼に己のために権威にする気なのだ。やめて、違う。さあ、おお、めっちゃ燃えてる燃えてる。熱い熱い。己が魔女だと強えのだ。この正体を吐き出せ。そして神聖な炎の中、神にその身を捧げなさい。私は魔女じゃない。それにこのようなことは聖書に書いてなかった。それは当然だ、レジンか。あれなら君の言う神など存在してないのだから。ああ、言った。でもあなたはさっきから神の口にせる。ああ、なぜなら、それは私は神。ああ、なぜならば、それは私の神だからだ。え？私は神の目線に立つ。あ、出た。私という神はここに存在している。出た。とんでもねえ、私は神様だよっていう人がいた、ここに。では、あなたが神様だというの？ああ、そうだ。ここでは、もう私はそれ。難しいっすよ。でもね、私神様だよ。本当知らない。私は知らない。信仰する。それこそが神の存在の意図。君にはそれが最初からなかった。チェルにとっての神様が冷たい、冷たいのに、じゃ熱いのに冷たいものが私の手の中にある。これは何、あ、なんだっけ、大切な大切なもの、私が傷つけてダメにして、でも私をずっと助けてくれたもの、ナイフだね。待って、今思い出すから。確かで、これね、中で、こう中で、ええやつでね、みたいな。ほら、ナイフ。ブン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 振りましたね、今。あ、
くれたよな。かけたナイフが床に刺さった。なぜ目覚めた？このフロアのおかしなことをすべて計画。あなたが私の心に見せたものを、私の神様が目を覚まさせてくれた。気の中の魔女を浄化できなかったんだな。私は魔女じゃない。だって契約なんてしないもん。あった。それは私の神様からの誓いよ。そうか、君という魔女はそう考えるのを選んでしまったか。それが間違いだろうと、嘘を塗り固めたものであろうと、お前は構わないのだな。エイちゃんかっこいい。薬をちょうだい。メシカ一世の哀れな魔女よ、ついてきなさい。さすが神父もナイフには勝てなかった。ほら早く来いよ、早く渡せや。こっちに。このオクラル、このオクラル。じゃあ先にで。なぜだ。だってザックは寝ているから、あなたが何をするかわからないもん。そうか。レイちゃん賢明、それ正しい選択。じゃあセーブをしておいて、この棚に薬を置いてある。何もすんじゃねえぞ、本当にもう。この離婚映画って感じにならへんようにな。棚の中には消毒液、止血剤、造血剤などの薬品が置かれている。やった薬品。これがあればきっと少しは良くなるはずだ。ザックのところに戻ろう。ありがとう。私ザックのところに戻る。待ちなさい。君は私を殺していかないのかね。どうして。君には新しい神がいるのだろう。複数の神の存在はいざこざを生むものだ。それに君は慈悲深さのない派だが、あなたは私の邪魔をするの。そうじゃないならそんな必要ない。だってあなたはいらないから。もうあのレイちゃんとかもうあんたなんかもうそこら辺にいる石ころみたいなもんなのよって感じ。もう目にもあの眼中もないのよ。アウブ眼中のよって感じか。そうか、なら最後に一つだけ忠告しておこう。神というものは嘘つきや、嘘つきや、紛らわしい、紛らわしいな、汚らわしい、わずわらしい。神というものは嘘つきや、わずらわしいものは嫌いなのだ。もっとも、君の言うそれが本当に神ならばの話だがな。レイチェル・ガードラ、すぐにボロが出るぞ。卵ボロなんか出さへんわよ。薬、手に入った。ザックのところに戻ろう。よし、戻ろう戻ろう。多分これ戻って、薬渡して、ちょっとイベント進んだら、多分次のチャートに行くと思う。ここに扉が、やっぱり幻覚だったんだな。ザック、ザック大丈夫か？ザック？よかった、寝てるだけだ。先に薬だけでも持っておこう。ね、すげえな、ザック。こんなに血出したのにまだ生きてるっていうのが。外から飲むものこれくらいかな。傷は大きいけど大口は止まってる。あとは塗って包帯巻けば。この火傷の後は男なんだよね。あ、
何してんだお前。薬を持ってきたから今ザック塗っていたの。お前無事だったのかよ。うん。何が産んだ、傷だらけじゃねえか。ダニーはいたのか。どうやって薬持ってきたんだ。ダニー先生はいなかった。でも薬はここのフロアの神父様にもらったの。あいつか。あんまり動いちゃダメ。これじゃあ傷がまた開くな。私お裁縫得意だから。そういう問題か。やめろ、自分でやる。ザックもお裁縫得意なの。やっぱり私がの。それにザックのお腹私が縫いたいの。じゃあ好きにしろよ、気持ち悪くても知らねえぞ。なんか縫うとかのこの辺のやつはなんか漂流教室のあれを思い出すな。待ってて、糸を切ったりするから。で、傷だらけじゃいか。うん、でも大丈夫、この傷は痛くないから。本当になんだてめえはよ、こんなぐちゃぐちゃの腹を触っても平気だっつうような顔しやがって。わしお前が薬を持ってきて帰ってきたことは褒めてやるよ。でもな、ここまでする必要もねえだろな。あれ、ここまでする理由は何なんだよ。ねえ、ザックに借りたナイフで糸を切ってもいい？このナイフすごくよく切れるの。おい、さすがにそんなんでごまかされねえぞ。答えろよ。だってザックは私の神様だから。はあ、だからザックからじゃなく。はい？何気持ち悪いこと言ってんだてめえは。つうか俺のナイフ。ああ、これは少し欠けちゃったの。本当にごめんなさい。ああ、何やってんだお前は。まあいいけどよ。お、ちょっと許したんや。でもこのナイフ本当によく切れてすごく高かったんだよ。ごめんなさい。でもありがとう。調子狂うな。そろそろちゃんと傷縫わないと。ザック、少しじっとしていて。おい、こらてめえ。麻酔なしでやってから。痛んだよバカ。痛いの？当たり前だ。ザックなら平気かと思った。ほんとバカだなお前。俺はマザじゃねえんだよ。たくよ、神様っつーんなら丁重に扱え。うん、わかった。ねえザック、なんだよ。このやけどは痛くない？あ、これは別にもう痛くねえよ。そっか、じゃあ縫う続けるね。終わったらすぐ行くからな。うん。それとお前、自分の傷もどうにか。え？手だけじゃねえ、足も怪我してんだろうが。いざって時に怪我で走れねえとか困んだよ。うん、わかった。ザックの包帯少し余ったら借りる。おう。何度も不思議な関係になってるな、ほんと。さてどうしようかな。まだ上に上がるエベータ見つけてない。下の井の方のエベータに戻るには蛇が出たところを通らないといけないし。確かザックの薬が置いてあった部屋の奥はいなかったな。あいついるんじゃないの、あの神父が。まあ行ってみようか。
とりあえずあの神父いるだろうね。でっけえ教会だな。なあ、お前が神言ってた神父どうした。わかんない。わかんねえとお前、あいつよくお前薬を渡しな。ちょっと大変だったよ。だろうな。でもあの人多分ちょっと雑魚に甘いんじゃないかな。うえ、もう吐かないで。うっせえ、気持ち悪いこと言うな。ザックに対して甘いってことに対して、あいつが気持ち悪いって思ったのな。やっぱりな、ここにあったんだ。エレベーターを起動するレバーを、よし、起動じゃん。多分これでいいはず。ってことは次で B1 か。おお、次は B1。もうすぐ地上やん。よし、行くぞ。待って。待って、ザック。さあ、またザックとレイちゃんのトークやな。最後このエピソード3のエンディングトークやな。ねえザック、聞いてもいい？聞いてもいいってなんだよ。聞かれなきゃわかんねえよ。そうだね、ザックの火傷ってどうしたの？そんなこと知ってどうすんだよ。別にどうもしないけど、ただザックのことが気になっただけ。なんも面白い話じゃねえぞ。別に面白くなくてもいいよ。ガキん時によ、家にいた男に火をつけられたんだよ。男？火？あんまり記憶ねえけど、俺の産んだ女の連れの男だったんじゃねえか。男で覚えてんのはそいつに噛みついて肉を引き切ってやったくねえだよ。食ったんだ。食ったんじゃねえか、噛みついたんだ。男は俺を殺す気だったんだろうが、あいにく俺はなかなか死ななかったみてえだよ。ビビったんだろうな。結局俺を産んだ女が布ぐる俺ぐるぐるに巻いて、クソみてえな家に金払って放り投げたんだとよ。そうなもんだ。うわ、まずか。うん、んだよ、面白かったのか。うん、別に面白くないけど。あ？でも、やけどのことを知れたから私は満足したよ。知りたかったの、ザックのこと。だから聞けてよかった。マジで言ってるのか。うん、そうかよ。うん、じゃあ知れてよかな。不思議な関係。うん、ああ、そうだ、それと。まだなんかあんのか？ザックは、まだちゃんと置かれてたい？ああ？何言ってんだ、当たり前だ。でなきゃ、こんな必死ごっこがねえだろうが。そう、ならいいの。本当に変なやつだな。言っとくが、俺の言葉に何ず、嘘なんかねえぞ。で、笑うかな。ザック、あのね、実は私。ああ。おい、だからなんだよ。私。なんもない。ああ？なんだよそれ。ごめんなさい。何を言いたいか忘れちゃった。しっかりしろ。まだフォロワー一つ残って、ラリってんじゃねえぞ。
もう手上げたかのザク女の子に。さあでも B1 に来たけど、おらもうちょっとで地上だ、行くぞ。そしていない、やっぱりいない。だってザックは嘘つきが嫌いで、神様は煩わしいものがお嫌いだから、私の手が汚れていてずっとそれを隠していたことが分かったらきっと私のことを嫌いになる。ザックに本当のことをもう言えない。ん？なんだ？いよいよレイちゃんの真実が分かるみたいな感じなのか？そしてああ？どこ？家の中じゃねえか。あ、血の跡があんな。どうした？神というものは嘘つきや煩わしいものが嫌いなのだ。ああ、どうしよう、ここだったんだ。思い出した。私がいたのはここだった。こっちに続いてんのか？待って、ザック、待って。ダメ、お願い、行かないで。その部屋を見ないで。え？ああ、終わった。気になるトロで終わってもうた。いよいよ次がこの撮影のすべてわかるってことなのかな。いやー、おもろいね、やっぱり撮影。そうするよね、やっぱこの展開もやっぱ面白かったな。グレイシンプル、そうグレイシンプルの戦いはもう大変だけど、でここでザック、これはザックのシルエットなのかな。で死んだやつらが商人として出てきたけども、まあ何もしなかったけど、最後のこのレイちゃんのナイフを持った状態での薬渡してこのかっこよかったな。わしを殺す、わしを殺さないのかレイチェル・ガードマン。だけどネームで言うね。まあ面白かった。でもまあ本当にね、ビコンティニュードということで、いよいよ次のエピソードがラストエピソードになるのかな、なるんだよね多分。ということで、星屑キリンキリンさんの提供でございました。いや本当ね、サステ面白いということで、じゃあ次回はエピソード4やっていこうと思いますので、じゃあまたその時が来たらよろしくお願いします。その時が来たらというかもう出てますけども、またやっていこうと思います。よろしくお願いします。以上、かまくびでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れでした。